めっちゃ聞いてたな。めっちゃ聞いてました。なんかちょうどこう自分を信じるっていうお話から、ねね、夢を信じてのあの歌詞です。いや素晴らしいなと思って、まんまでしたもんね。はい、さっきちょっとオルズさんにお話伺いましたけれども、どうですか改めて。はい、あの、まあ、徳永さん の, あの壊れかけのラジオ、うん、昔あのウズベキさんで日本人の主人と出会って、うん、で主人が聞かせてくれて、はい、完全にハマってしまいまして、うん、心の芯まで届く、うん、なんていうか、もう心で歌ってらっしゃるという感じがして、もう本当にこう心声ですね。心声すごくね、もう心の芯まで届いたんですよ、その歌詞もですね。どんな時に聞くのが一番おすすめですか。うん、壊れかけのラディオはちょっと自分をこう見直す、うん、見つめ直す時に、はい、自分のこう青春期を思い出す時に、うん、これから何をやっていこうか、はい、そういう深い時に聞いていただきたいですね。はい、徳永さん、いや素晴らしい、いい人ついてますね。いやいや本当に素晴らしい方ですね。ねえ、ありがとうございます。続いて、はい、ガブリエレさん。おガブ、徳永英明様の声はちょっと昔のイタリア人のシンガーソングライターの声と似てますので、本当に結構いいポイント。あとはさすがあの先にスペイン語で話して、はい、やっぱりあの多分ちょっとラテン語系入ってるうちの中でと思った。徳永さんにラテンを感じる。どうですか徳永さん。いやあのね、スペイン語は1987年の時にマドリードに3週間ぐらい、はい、その時に勉強なされて、そこで勉強して、うわ最終的にはバルのおばさんとも、と話してたし、なんでこんなにスペイン語が話せたのかっていうのは、そう、ね、うん、多分そのラテンの地、その地が入ってんのかなっていうには思いました。うわ、はい、Hideaki Tokunaga, Japan's King of Covers.His series of female song cover albums has sold more than 6 million copies, while also sparking the cover craze of the 2000s. Jay Jun was one of the many artists influenced by Tokunaga's work. どんな曲を歌っても徳永さんって感じがするんですよね。そうよね。で、僕も徳永さんの歌をカバーしながらも、僕らしいあの曲にさせたいっていう欲がすごく強くなってきて、徳永さんからなんかそういう影響をたくさんもらったんじゃないかなと思いますね。カバー、はい、ね、これやっぱするって、はい、曲にやっぱ負ける怖さもあるじゃないですか。あのそれはなかったですね。うわ、そこがだからちょっと強さですよね。ふわり通りにまず歌いましょうっていう、はい、うん、だからふわり通り歌ってるから、あのファンの人たちも多分許してくれたんではないかなというふうに思います。あ、なるほど、はい、オリジナルのファンの気持ちも大切にしつつ、うん、でも自分らしくっていうのをちょうどこういいバランスを探していくっていう。自分らしく歌ったつもりはないです。はい、そうなんですか。だからふわり通り、うん、まあ、例えば悪いんですけど、はい、まあ、ユーミンさんっていうこのボックスがあるとするじゃないですか、うん、はい、するとそこのボックスを下ろしてきて歌うと、うん、ユーミンになれるんです。へえ。だから有名になったつもりで歌うんです。でもデジョンさんもおっしゃってた、アウトプットされた時にはいやもう徳永英明でしかないんですよね、聴き手はね。あの徳永さんの結構カバーの歌聴いてるんですけど、うん、歌った人のこと忘れちゃうんですよ。 誰か忘れちゃうんですよ。そうそう、もう徳永さんの曲だこれはと思って聴いちゃう。そうボックス下ろしすぎじゃないですか。そうなんです。僕はあのもう本家がいて、はい、その本家のカバーをしてるんで、はい、だからちょっと本家の方がいいに決まってるっていう前提に歌ってるっていう感じですか、ね。うんうん、あそこは謙虚なお気持ちがあって、なんかこうアーティストの方だとやっぱりどこかに自分のアイデンティティみたいなものをこう、はい、うん、エッセンス入れたいって思う方多いと思うんですけど、そういうのは全然ないんです。ないです。だから本当にその人をリスペクトしてそのふわり通り歌ってるから、それができちゃうのがこのだから唯一無二の声があるからやろうな。 In 2001, Tokunaga was diagnosed with a disease called Moya Moya, which pushed the artist to take time off from singing. Still, Tokunaga kept coming back to perform for his fans, a mentality that left a huge mark on Jay Jun.普通だと多分しばらく歌うのはもう
やめちゃうかもしれないんですよね、普通だと。やっぱあの心で歌を歌う人は多分あんま関係ないと思ってるかもしれないですよね。なんか歌わなきゃっていう意志がすごく強いっていうのがもう本当伝わってくる。いかがでしたか。僕は魂で歌ってるっていう風な気持ちで歌っています。だから魂で歌ってると、まあいろんな、まあ、難病とかいろんな病気とかもありましたけども、はい、で心で歌ってるとなると、やっぱりその心っていろんなものが覆ってるから、悲しみとか複雑な感情ですもんね。 そんな感情ですから、はい、魂というところで歌うと、そういうものは何も怖くないっていう感じになってきます。ブレないっていうことなんですか。そうです。でもやもや病の時も、はい、主治医から血管の形態見せられて、うん、この毛細血管のこの辺りがあと3年ぐらいしたらつくから、うん、あと、まあ、3年ぐらいしたら大丈夫じゃないのって言われて、はあ、あスパイダーマンじゃんって。めっちゃライトな答えですよ。そうそうそう、だからそれでうわスパイダーマンなんだっていうふうに思って、こう頑張れたっていうことはあります。はい、ガクンと落ちることは、うんね、例えばそうショックとかであまりないんですか。財布なくしたとか、はい、免許証なくしたの方がすごいガクンと落ちますね。どういうことですかそれ。大きいからなんか全然なんか答えないんですね。ちっちゃいこと財布なくしたどうしようとか財布の方が何度でもなるでしょ。カバンを落としたとかそういうことの方がなんかもう心が動揺して、へえ、本当に病気に関しては、うん、もう何とも思わないですね。だから結局これは病気になったのは、まあ、シフトアップするんだろうなっていう、そういう感じです。なんかさっき徳永さんがおっしゃってた楽しみながら努力するっていう言葉が、はい、なんか今のお話をお伺いしてると全部に通じるんだなって。楽しみながら努力してませんでした、患者にも。苦じゃなかったっすね、今振り返れば。そうでしょ、そういう出来事が大きい。まあもうちょっと今日タイムリーであれですけど、まあ、ジャニーさんのこともそうですよね。そうか、なんかまあもちろん怒るべくして怒ることですから、そこに悲観するというよりは、まあ、当然まあまあジャニー社長の教えでもありましたけれども、泣いてる暇あったらもうとにかく先を見なさいということでしたから、うん、そうですね。だから本当に先を見るしかないんですよ、うん、人間っていうのは、うん、だからもうこの瞬間の財布落としたことにビビってるんですけども、うん、でもやはり先を見ていかないと、うんうん、ことは始まらないっていうことですかね。うん、でもいかがですか今日改めてこう諸外国の皆様のリアルなこの声聞いて。いやいや本当にありがとうございます。で今後、まあ、今年それこそね海外への、ね、またアプローチというのは、それはもちろんやるつもりです、うんはい、だから平成はいろんな病気やりましたし、はい、まあそれぐらいシフトができてると思うんで、はい、令和はまあアジアのみならず、うん、まあ、世界に向けて発信はしていきたいと思ってます。わあ、さあ今日はですね、はい、徳永さんにセルフカバーをお願いしたいということで、うん、輝きながらを選択していただきました、はい、どんなカバーになりそうですか。これはもうジャズアレンジをして、だから輝きながらっていうのはなんか一人に向けて歌う歌だったんですけども、今回のはみんなに向けて歌う、間口広げて、はい、うん、そういうジャズアレンジになってます。わ楽しみ、ね、それでは曲紹介をじゃあ、はい、お願いします。では輝きながら聴いてください。